皆さんこんにちは。今回はあるといるについてお話ししていきたいと思います。このテーマは 3,4 年前に一度話したことがあるのですが、最近これに関する文章を投稿したところ、非常に多くの方がまだ勘違いをしているようだったので、改めて説明をしようと思いました。どんな勘違いかというと、生物に対してはいるを、そうでない場合はあるを使うというものです。教科書などではこのように書かれていることがあるようですが、これは間違いです。この覚え方をしていると、冷蔵庫に魚がいるではなく、冷蔵庫に魚がある、駅に電車があるではなく、駅に電車がいるが正しいということを理解することができないからです。ではどのようにあるといるを区別するべきかというと、対象のものが動くかどうかが正しいです。専門用語で言うと有生性、アニマシーということになりますが、要は生物かどうかではなく、生物のような性質かどうかで判断するということで、この生物のような性質というのは基本的に動くかどうかだと理解すれば良いと思います。もしかすると植物は生物なのにあるが使われていることに気づいている方がいらっしゃるかもしれません。これも植物は動かないから生物だけど、動かないから生物らしさがない、だからあるを使う、このように理解することができるわけです。ではここで初めに挙げた2つの例について見てみましょう。まず冷蔵庫に魚がいるですが、ここにいるを使うと、この魚にはまだ生物らしさがあるということになります。まだ生きているということです。つまりこの表現は冷蔵庫の中で魚が生活しているのような印象になり、もしかして冷蔵庫の中で魚を飼育しているの？と誤解されてしまいかねないことになります。ここではもう死んでいる食べ物としての魚について述べているので、すでに生物らしさがないと判断し、あるを使うべきなのです。では次の例を見てください。居酒屋に魚がある、居酒屋に魚がいる、この2つはそれぞれどのような意味でしょうか。1つ目はあるなので、すでに生物らしさのない魚、つまり食べ物としての魚です。つまりこの文はこの居酒屋には魚料理のメニューがあるという意味になるわけです。一方で下はどうでしょうか。いるが使われているので、まだ生きていることが推測できます。つまりここではこの居酒屋には水槽があって、そこで魚が泳いでいるという意味になるわけです。では次に駅に電車がいるについて見てみましょう。駅に止まっている電車は基本的には運行中で、これから他の駅に向けて出発するものでしょう。この場合この電車は動くわけですから、生物ではないですが生物らしさがあると判断し、いるを使うのです。一方ですでに運行を終了していて、改装されて駅に止まっているだけの電車についてはすでに動かないわけですから、あるを使った方が自然です。つまりこのように使い分けることができます。これから乗る電車が駅にもういるから急ぎましょう。この車庫にはいろんな種類の電車がある。理解できてきたでしょうか。では最後の問題です。次の文章にはあるといるどちらが入るでしょうか。車がたくさんから引かれないように気をつけてください。あの店には車がからウィンドウショッピングに最適だ。一つ目は後半に引かれないようにとあります。引かれるというのは今まさに走っている車があるから発生し得るものですよね。ですからこの文での車は動いている車、つまり生物らしい車です。なのでいるを使います。下はどうでしょうか。店、ウィンドウショッピングとありますから、明らかに売られている車ですよね。
走っているのではなく店の中で止まっているはずです。ですから生物らしくない車としてあるを使うべきです。いかがだったでしょうか。あるといるの違いを動いているかどうかで判断すると今まで疑問に思っていた使い方も理解できるのではないでしょうか。 JLPT 対策講座など複数の日本語のオンラインコースを提供していますので興味のある方は概要欄のリンクをチェックしてみてください。もし他に解説してほしい内容があればコメント欄で教えてくださいね。それでは今回の内容はここまで。また次回お会いしましょう。さよなら。